今度はあの、演出家の方の話をもし、そうですね、ちょっ一応と、やっぱり演出されるのを一緒にお仕事されたりとか。多分第一グループの時、オリジナルグループの時は多分演出しながらゆっくり作っていったんだと思うんですけど、私たちの時はもうアドバイスぐらいなんですけど、ただ演出の代理が来るんですよね、時々。やっぱ第2グループ、第3グループになってくると。そうすると私的にはそのジルジは、ルマウですね。ジルはやっぱもう言葉、本当にちょっとなんだけど、すごく分かる、分かるっていう感じで、向こうも分かってくれたけど、こう表情とかいろいろ褒めてくれた時に、あ、ちゃんと見てくれてるんだなって思ったんですけど、違う演出家が来た時は、ちょっと違うって思ってちょっと反抗しちゃう時もあって、その時は怪我をいっぱい逆にしちゃって、やっぱりこうダンサーとしてはいろんな演出家のいろんなのを受けなきゃいけないっていう、ちょっとそういう勉強にもなりましたけど、いや、私としてはそのジルのこうちょっとしたアドバイスはたまに来るんですよ。たまにやってきて言うんですけど、納得って感じで、もうね、そこを見てほしいとか、そこを直してほしいとか、本当ここっていうことをね、もだからみんなダンサーたちは大好きでしたそうね。ですか。ジルが来るとほっとするし。私が知ってるのは本当にDVD のメイキングで、フロロをやったダニエル・ラバーとか、そのフロロの演技をつけるときに、彼がこうもうなりきってるんですよね。そこがもう素敵。いつも赤い、こう、チェックの、あのシャツしか着ないんですよ。暑い人なんだなって、今日私もそれをテーマに赤い、ちょっとブーツを履いてきたりとかしたんですけど、暑い、熱く真実をこう、追求したか演出ですね。すごく素敵な方でした。お顔も優しくて。他にはその実際の、歌手、もちろん舞台上でね、エシメラルダと絡んだりとかはあったと思うんですけれども、あと他に何か舞台裏で拝見したりとか、そういう機会聞きは。たいですか？聞きたいです。 聞きたいです。聞きたいです。いや、まずオリジナルのメンバーで勉強したので、運よくパレードコングレの裏とかいろいろ行ったんですけど、ちょうど語り部のグラボワールですね。彼がブノブリュノ・ペブルノ、ティエ。その人が歌ってたんですよ、ちょっと練習で。お好きですよ素ね。敵ですね。もう最高でした。ああ、こんな素晴らしい声の人は聞いたことがないというぐらい。はあ、ってか、素晴らしかったです。とにかく素晴らしかった。こういう歌い方をしたいって自分が思ったぐらいに、今ダンサーだったけど、それがきっかけで私も今歌を始めたぐらいに、あの時の感動はいまだにすごい、こう地面を感じたぐらい、すご素晴らい。しかったっていう、大地がこう揺れるような大感地が揺じ。れるような、大地のような、あの人の声はすごかったですね。すごいですね。それをお聞きになられたっていうのがすごく羨ましちょっとその練習風景を聞いたのが最高でしたすけごいですど、よね。他の方は。カジモドの、ガガルホ、ガルガで。ル、ガルね。ガルは、ちょうどね、こう幕袖でこう出てくるところに、私はちょうど幕からこう入って、練習して、こう入るときに、舞台今からやるんで、こう化粧してもらいながらこう立ってるだけなんですけど、本当は見にくい、こうカジモドの役なんですけど、あの人はもともとね、すごいかっこいい顔した方ですよね。化粧してこんなになってるだけど、オーラが半端じゃなくて、スターなんだって思ったぐらいに、王子様かなって、最初王子様の役なのに、なんか変な化粧してるなとか思ったぐらいに、もうなんかすごい存在感、身長もバーッと大きかったのもあって、もうなんかくらってきちゃった。光や、スターって本当に光るんだって思ったぐらいです。それはちょっと感動しましたね、その方と。あともう一人、王子様っていうか、フェビス。フェビスの役をやった方も有名な歌手なんですけど、ちょっと性格はどうとは言えないんですけど、とってもこういい声、いい声ですよ。王子様声ですよもうね。誰がぶつかってこいが、バンバンバンって感じで言っちゃうぐらい、本当王子様みたいな感じで、あの人の声もちょっと聞いただけで、
あのコンサートもちょっとうちの近くでやってた、はい、ちっちゃいところなんですけど、うんうん、なんかいろいろ集まったコンサートで歌ってたんですけど、やっぱピカイチでしたね。だからあのメンバーすごかったですね。すごいですよね、うん、本当にあのオリジナルキャストね、うん、あエスメラルダも忘れちゃいけないですけど、はいはい、エスメラルダはあの何でしょう、映像がビデオが入ったりこう本番とかになるとガイッと変わって、本当にあこの人は女優なんだっていうぐらい、普段あれ大丈夫なのかなって練習中えとか思うんですけど、ガイッて変わるんですよ。その凄さはちょっと あプロなんですねっていう感じで、あと姫様の役はやっぱもう歌手でちょっと、ね、有名な方なの で、うん、で役はあんまりそんなに出てこないの で、 で、ね、ベッドが横にこう置いてあるんですけどね、はいはい、こう出てくるベッドですけど、うん、そこでよくあのおしゃべりして楽しん で、 でいつもお花がこの辺に咲いてるからお姫様ですいい感じでみんな役が、うん、あなるほど合ってましたね。あと、フロロ役のダニエル・ラボアとかは、彼は優しく紳士でした。役はすごい意地悪な役なのにすんあいやあの直接は知らないんですけれども、うん、本当に写真で拝見してるだけでも本当にもうあの私はダニエルスマイルと呼んでるんですけれども、そうなんです。すごいあの表情が優しい方でした。やっぱりそうですか、うん、もう有名なのに大丈夫、うん、でこう誰にでも大丈夫ってケアするんですよ。人間性がすごい高い方です。ジェントルマンですよね。ジェントルマンでした、はい、そうなんですね、だからあのロシアであのコンサート版のオリジナルキャストのそれを見たんですけれども、あのコンサート版なので1曲歌い終わるごとに、歌の間はみんなこう本当に役になってるんですけれども、終わると素に戻るんですよ。そうですね、毎曲ごとに、うんうん、そのダニエルの時がもう本当にあのフロロの冷たい感じからにこやかそうそう全然ギャップはありますね彼の場合は全く違う人で、その演技もまた、だからその意味ですごく素晴らしい方だと思いますね。その後引き継いでる人たちも本当に大変だったと思います、1番目のグループがレベルがかなり高い、でフランスのベスト10入りしたんですよ全部が。それでもうバッと売れちゃったのもあって、やっぱその演出の仕方っていうのも、日本で芸能界にいた時あるプロデューサーが日本でその歌手がこう歌ってるところでダンスがあってこういうのをやれたら当たるんじゃないかって話を聞いた時に、あそれ当たるかもって言って思ってたのがフランスではもうやってたんです、ね、やっぱフランスは実行力がやっぱあるんだなと思いましたねそれがもうポーン最初売れるなんて思ってなかったんですって皆さん。そうなんです、ね、うん、だからこう安くなるべくお金のかからないようにやるつもりだったのがどんどんこういい方向にですよね、いろんな国の方が出てるし、すごく政治的というかこう革命的にも良かったというか、